廃止前の萱駅構内。機関車や客車が見える木原83号機動車 C-160、工場機機関車萱鉄道は、京都府与佐郡野田川町の丹後山田駅から、道郡萱町の萱駅までを結んでいた施設である。かつては、ニッケル鉱石も輸送したが、地元住民が自家用車利用に変わったことや、ニッケル鉱石輸送の終了に伴う赤字のため、 1八十五年五月一日に全線が廃止された。日本夜勤工業のグループ企業である。鉄道路線の廃止後も運営会社は蚊帳さんと解消して存続していたが、二千十一年四月一日に宮津港運と合併し、宮津海陸運輸となっている。丹後山田駅と南西部の蚊帳町を結んでいた路線で、当初は沿線の特産品である丹後チリ麺を、 京阪新地区に輸送することを主目的として、沿線住民823名の出資により1925年設立され、1926年に開業した。1934年からはバス事業も開始し、かやから丹後山田までを結んでいた。丹後山田駅は国鉄宮津線に乗り入れる中核駅として宿場町的な役割を担い、駅前の旅館、 大正邸には大きな風呂敷包みを抱えた行商人らがよく止まったという。その後、茅谷駅の南西にある大鉱山でニッケルの採掘が開始されたため、1940年に大鉱山ニッケル鉱山への貨物専用船が開業し、1942年には丹後山田駅から北東の岩滝町にある精錬所への専用船も開通した。戦時中は、 鉱石の他外国人捕虜も運び、元カヤ町長の細井拓は、後年、片言の英語で話しかけた英国人の捕虜は、有効的だったと語っている。戦後、大鉱山でのニッケル採掘が中止されたためかや、大江山間の専用船は撤去されたが、岩滝工場への専用船は、同工場で精錬する輸入ニッケル港を輸送するため、存続した。 モータリゼーションの進行により旅客輸送量が減少する一方、明治、大正時代に製造された古典上機器車をはじめ、マッチ箱と呼ばれる木造に軸客車、国鉄から購入した客車改造のキハ08系機動車など希少車、陳車の宝庫として知られ、多くのファンを集めた。会社側もやがて観光鉄道を目指すようになり、グッズ類の販売等にも力を入れるようになった。 ディーゼル機関車が不足した場合に、他の私鉄から機関車を借り入れたこともあった。別府鉄道から DC302 や北陸鉄道からも借り入れたという。しかし、1985年3月14日の国鉄ダイヤ改正で宮津線の貨物輸送が廃止され、同線でのニッケル港輸送が不可能となったため、丹後山田岩滝工場間の専用線も廃止を余儀なくされた。 これにより、鉄道収入の6割を占めていた、専用線の輸送業務委託量が失われ、赤字額の大幅な増大が見込まれたため、同年5月1日に全線が廃止された。1985年4月、茅屋駅で行われた、茅屋鉄道のお別れ式では、車体に、さようならの5文字が書かれた2両の列車がゆっくり、動き去るのを、多くの住民が見守った。なお、 運営会社の萱鉄道株式会社は、鉄道廃止以前から路線、廃止後には、萱鉱山株式会社と社名を変更し、前日の建設業、自動車整備業に加え、株式会社や近代鉱山構内における、ニッケル運搬、構内機器整備等のほか、鉄道保存展示施設、萱 SL 広場の運営なども行っているが、1999年にバス部門を、 カヤフェローラインに分社しているに、路線廃止、法人解散、特定化し切りバスについては、カヤ鉱山が引き継ぐ。ニッケル鉱輸送の関連から日本夜勤工業のグループ会社であり、社門についても共通である。その後、2011年4月1日に、宮津港運株式会社とカヤ鉱山産株式会社の合併により、 宮津海陸運輸株式会社が設立され、萱 SL 広場の運営などは、引き続き宮津海陸運輸株式会社にて、実施されている。萱鉄道の廃線は、サイクリングロードとして整備され、地域の中高生の通学路として活用されている。丹後山田駅は、萱鉄道廃止後の1990年4月1日に、野田川駅、2015年4月1日に、与佐野駅と解消。 タンコ山田駅水戸谷駅タンコ四つ辻駅、茅や谷高校前駅三河内口駅三河内駅、かや駅工場駅タン山田駅間、茅谷駅鉱山駅間は日本夜勤工業の貨物専用線。廃止時点で蒸気機関車が2両、ディーゼル機関車が3両、機動車が4両、客車が3両、貨車が2両を在籍していたが、そのうち、機動車1両とディーゼル機関車1両、および、 蒸気機関車、客車、貨車は、本線で使用されなくなっており、後日の貨屋 SL 広場で保存、展示された。キハ4900系、キハユニ51元は、ゲ美ビ鉄道のキハユニ18、その後戦時買収で、鉄道賞、キハユニ4921となり、後、船木鉄道キハに51。船木鉄道廃止後、カヤ鉄道に譲渡された。 定員109名の大型機動車で、キハ08導入まで主力車でキハ08導入後も、後述のキハ10導入までは時々使用された。キハ0 8系キハ083元は、国鉄キハ0 8系機動車。国鉄時代は、北海道で使用されていたということもあり、冬場には、重宝されたという。キハ1 0キハ1018元は、国鉄キハ1 0機動車。 1980年に国鉄から譲渡され、廃止まで5年間ながら主力車として使用された d c 3 5系3 5 1元南部鉄道 DC251 で廃止前の1967年に日本夜勤が購入。同年貨屋鉄道借入れ年貨となり、1972年までは岩滝工場専用線の玉合運用として、 客車経員にも使用されたが、1974年の DD352 導入後は予備車となった。DD35K352 から1974年に日本夜勤が購入。1号元は鉄道省 5100K5100 で、かや鉄道開業の際、相模鉄道より購入したもの。1936年に解体され現存しない。 3号海外鉄道開業の際、旧伊勢鉄道より購入したが、出力不足のため1936年に解体された。1080、京成88から1940年に鉄道省より導入し、ニッケル鉱石輸送に使用したが、終戦とともに使用停止となり、1955年、廃車解体された。戦術の通り使用されていたのは、蒸気の車両だが、 カヤ SL 広場保存車として、以下の車両が在籍していた。キハ 101K101 101から1936年自社発注のヘンボギーのガソリンカーで、前に荷物代を持ち、1968年にディーゼルエンジン化されたが1972年のキハ08、軽入線後は、旧車状態であった。DB201K201 から1953年、 森製作所製の10トンディーゼル機関車。愛称は森豚。森製作所では蒸気機関車改造のディーゼル機関車が多いがこれに関しては完全新造である。1967年 DC351 入選後は予備車となり、1972年1月以降は旧車となった。120KA2 から1873年製。 国鉄120軽機関車123をルーツとし、非、常鉄道を経て1926年開業に備え、購入。1956年に漏水で旧車となる。1970年に、車砲指定され、保存のための修理がなされた。1970年に復活運転がなされた。4号1934年に、加藤鉄道より購入した、蒸気機関車。 1940年に空気ブレーキに取り替える改造がなされ、1969年まで使用。1 2 6 0系1 2 6 1比、上鉄道の6、国鉄買収後1261となった後、1943年に日本夜勤が購入。d c 3 5 1系導入後1967年に旧車となった。 波 10K10 から1926年の開業時に購入した木造ボギー客車で注文流れとされている。2.3等号作りであるが、かや鉄道では2等車が設定されず、戦時中には戦没者遺体の英霊室とされていた。1970年に旧車となり、以降は展示のみ。波2 0系2 0から1893年製の 鉄道焼却車を1928年に譲り受けた。その後1935年に車体を、新造、1972年まで使用された。21は改造後の車体で保存され、20は、マッチ箱型に復元された。サハ3 1 0 0系3 1 0 4元は、東急サハ3104で、1969年に、購入したガキハ08導入のため3年で運用。を、 はずれ、1975年に側面を撤去するなど、大改造を受け、カヤ SL 広場の休憩所として、使用されていた。和部一計算から1926年製の、無害貨車と1.2を1927年に、有害関車化したに、カヤ駅跡から、鉱山駅跡に移転した。カヤ駅のあった場所の近くでは、特定非営利活動法人会や鉄道保存会が、 与さの町から管理運営業務を受託し、茅や鉄道資料館を運営している。2005年6月、二号蒸気機関車が重要文化財に指定された。ありがとうございます。